様、新年明けましておめでとうございます。本日は、平成31年1月2日ございます。時間はと言いますと、現在午後の4時15分、この時間から、新年早々料理をしようということで、クックパッドを見てつけた牛肉ごぼうのしぐれ煮っていうのがあったんですけど、ちょっと予算の関係で、しぐれ煮にしちゃったんで、ちょっとね、改造バージョンでね、しぐれ煮回、鶏肉バージョンなんでございます。そうですね、素材は、まあ、これ、これはもともとのやつですけど、牛の駒が250、ごぼう150、しょうがっていうかって、しょうゆ、砂糖、みりん大さじ1、酒大さじ2、砂糖が。まずもう肉がすでに違ってきて、今ね、生姜がなかったんで、生姜のチューブのやつがあるんで、チューブのチューブを使っていきます。酒は、ね、俺が飲む分があるので大丈夫です。これはね、これはこれですね、料理酒ですって、こういうことです。はい、ではね、まず肉を切るんで、カメラさん、カメラさん、
野菜が、もともと切ってるもの、本当はチンピラごぼうに使うやつ、めんどくせえから、買ってきて使うことにしました。もう一人、ちょっと何か洗ってくれてたら、you
違うような気もしなくて、
もんだった。残念ながらしぐれませんね。十分通ってるとは思うんだ。フィリップ具合は足りないな。なんか最近高望みぐらいだったな。
しぐれ煮でした。全然なんかしぐれてる感じがしねえんだけど、まあこれはちょっと明日以降ね食べますので、はい、よかったら皆さんもお試しください。ありがとうございました。